辺りはもうすっかり暗くなったんですけども、西港フェリーターミナルやってきました。これを右に曲がるとフェリー乗り場みたいです。もうすぐです。あれかな、でかいな、でかい。あー、なんか煙っていうの、蒸気がぼーって出てます。あー、夜見るとね、またなんかいい雰囲気ですね。ライトアップされた感じで、あー、これに乗るんだ。豪華客船って感じです。どっち行けばいいんだ。乗り場はまっすぐって書いてあります。なんかね、乗り場分かれてるみたいですね。八戸、仙台、名古屋、そして大洗、いろいろ行くんですね。八戸だけじゃないんだ。で、僕は八戸行くので左に曲がります。あ、ということはこのフェリーなのかな。船が何台も止まってますね。はあ。これがね、フェリーのターミナルです。で、一回このターミナルによって乗船手続きとか来ましたよとかね、いうのがあると思うんですよね。さっき八戸はこっちですよっていうとこ行ったら、もう車とかね、バイクが並んでて、別になんか受付的なところがなかったので、一回ここで受付するんじゃないですかね。システムがちょっとよくわかんないんですよね。とりあえず行って聞いてみましょう。これに乗りたいんですけども、こちらのステッカーハンドルに必ず下げていただきます。手続き進みました。太平洋フェリーっていうのもあるんだ。商船三次フェリー、あ、いっぱいあるんだ。へえ、そっか。お土産屋さんがあります。堀とうきびチョコ、これ美味しいよね。出た、ロイズのポテトチップチョコレート、これ美味しいよね。出た、マルセイバターサンド、美味しいよね。5個入りっていうのもあります。出た、三宝六、美味しいよね。今ね、アナウンスが流れてるんですけど、オートバイと自転車は乗り場に、乗船口にお急ぎくださいと言ってます。で、多分ここだと思います。ライカーたちがいっぱいいます。これをハンドルにつけるんだそうです。いよいよ乗船です。自転車を止めてもらって客室に入ります。階段で行こうかな。自転車で待ってる時に車が横にずらっと並んでて、排気ガスがすごくて、ちょっとね、もう頭がクラクラしてきたり、喉がちょっとね痛くなってきてしまいました。だから先にね入れてよかったです。あー、ちょっときつかったなのが外です。ほうほうほう、階段を登ってもう一つ上の階でございます。もう一つ上、305号室で二等客船 A っていうとこです。今現在地がここなので、
30はここだ。あ、一番先頭ですよ。秋田から苫小牧に乗ったフェリーよりも新しめな感じですね。で、9時15分発なんですけど、まだね、8時だからちょっとね、お風呂とか入れるかな、お風呂入っちゃおうかな。6時間ぐらいは寝たいなと思ってるんですけど、間違いしてました。そうだ、そういえば今日はこのフェリーの上で睡眠をとることになるので、個室がいいなと思って個室にしたんでした。そうだ、忘れていた。これがね、客船の様子ですよ。ぐっすり眠れそうです。よかった。展望浴室って書いてあります。出航前なんだけど、もう入れるのかどうか。入れるのかな。苫小牧発8時でしょ。お、8時7分入れそうだ。ちょっと入ってみましょうか。お、入れそうだ。お、もうすでに入ってる人もいる。お風呂入りました。展望浴場でしょ。展望浴室、窓の外は海ですよ。ずっとね、札幌の宿はシャワーだったので、久しぶりにお風呂にね、浸かりました。日中のフェリーに乗ると窓の外綺麗だろうなって思いましたね。気持ちよかった。入ってよかった。おお、外、外です。これはね、船尾ですかね、船の後ろの方、救命ボートがあります。そしてこれが船室です。あ、ここから下に降りられるんですね。こちら側が陸側です。あそこね、搭乗手続きをしたターミナルです。あ、でこの辺でさっき自転車とかオートバイとか待って、で今ね、車が続々と入ってます。あ、結構まだね、乗船してるんですね。続々と来てます。あ、今ね、半袖でいるんですけど、風が結構心地いいです。あ、お風呂入ったばっかだからね。お風呂入ってなかったら、温まってなかったからちょっと寒いと思います。ほてった体を冷ますのにちょうどいい風です。あっちもね、でっかいフェリー止まってます。わー、こちらに降りてきました。下に降りてきました。下はなんか殺風景です。こうね、船室がずっと続いてます。海側行ってみましょう。あ、こっち海側、さらに下にも降りられます。うわー、ちょっと怖い。あー、怖い。これGoPro を落とさないようにしないと。あー、怖いですね。いや、怖いけど、ちょっと撮影するか。おー、うわー、海だー、海だー、真っ暗だー。あー、怖い。カメラを落とさないように。うわー、怖いそう。真っ暗。この辺はね、客席なんでしょうか。なんか中にカラオケのリモコンみたいなのがあります。テレビのリモコンかな。あー、ここ客席ですね。あー、部屋の中が丸見えな感じです。船は面白いな。あー、やっぱ風がね、気持ちいい。タンクがいっぱい並んでます。円柱形のタンクは、あれは確かね、石油とか液体が入ってるんだったと思います。で、丸いのがガスのタンクだったんじゃないかな。丸いタンクっていうのは何だっけ、ちょっと忘れた。
すごい続々と乗ってきてますね。ここがなんかね、売店的なビッグうまかつ売ってます。じゃがりことか南部せんべい売ってます。せんべい汁カップは売り切れです。シルバーフェリーのグッズ、お酒、シレンジあるんだ。はー、お、なんかいろいろあるぞ。ここで食べられるんだ。へー、あ、ここで充電できるんだ。朝の4時30分頃です。そしてフェリーが八戸港ターミナルに到着しました。で、今ね、カラップっていうの、そういうのがくっついてます。自転車とかバイクの人は車が出た後に下船するみたいですね。だからちょっとね、まだしばらく船の中で待っててくださいってアナウンスが流れてます。だから30分ぐらいかかると思うんですけど、ちょっと待ってましょう。あ、海です。まだね、暗いです。月が出ています。部屋なんですけど、思った以上に全然眠れましたね。個室だったのも良かったと思うんですけど、部屋の壁とかは薄いんで、音とかはバタンとかドア閉める音とか聞こえるんですけど、夜になれば静かですごく快適に眠れました。船の揺れ、こういう揺れもね、気になるっちゃ気になるんだけど、仰向けになってるとあんま気にならない。で、横向きに寝ると揺れをすごい感じるっていう発見がありました。だからずっとね、仰向けで寝てたと思います。10時過ぎぐらいにおそらく眠りに落ちて、起きたのはね、4時ちょっと前に多分目が覚めたと思いますね。だから6時間弱ぐらい眠れたと思います。思った以上にしっかりと睡眠が取れて良かったです。だから今日はもうこのまま夜まま夕方ぐらいまで、途中どっかでまあ休憩とかね、仮眠とかするかもしれないんですけど、普通に旅を続けられるなと思いました。じゃあもうちょっと下船を待ちましょう。さあ、いよいよ自転車の人もいいですよとのことなので向かいます。ここかな、自転車は。あ、もうほどいてありますね。あ、これこれ、明るい。おお、でっかいタンカー。うわー、あー、これに乗ってきた。
森県八戸の港です。でかいタンカーが止まってます。時刻は朝の5時をちょっと回りました。だんだんね、うっすら朝日が昇りかけて、すごい空が綺麗です。東の空だから安全に太陽が昇るんじゃないでしょうか。そしてシルバープリンセスの船で来ました。今続々と車が降りてきています。風がね、吹いてます。でもそんな強くないで、そんな寒くないですね。青森県です。初青森上陸。おー、綺麗だ。フェリー乗り場の近くにある公園までやってきました。でちょっとね、小高いこういう、なんだろうな、展望台みたいになってて、ちょっと見晴らしが良くて、時間的にね、ちょうど朝日の時間なので、朝日をちょっと拝んでいこうかなと思って。あのタンクの向こうにですね、朝日が昇りみたいですね。もう多分昇ってんのかな、昇りかけかな。動画でちょっとうまく撮れてるかわかんないんですけど、ピンク色に空がね染まって、すごく綺麗です。そして雄大です。フェリーはあっちに止まってます。ちょっと見えるかわかんないんですけど、赤い K って書いてあるのが見えます。自転車がこれです。そして港です。こっち東側、こっち行くとね、北側ですかね、八戸の町の方だと思います。さっきの公園から自転車で5分ぐらい走ったところに橋がかかっていて、そこからね、日の出がさらに綺麗に見えました。東の空ですね。ちょうど日が昇って、とても美しいです。日の出をバックに自転車を撮ります。今日訪れた場所、皆さんはどんな思い出がありますか？ぜひコメント欄で聞かせてください。動画が面白かったらいいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。